みなさん、こんにちは。アンチョビです。なんだ今の。なんだ今の。自分でびっくりしちゃった。皆様、前回に引き続き、こちらのノロケイトの、ノロケイトの、クレヨンカラーナンバー454を使ったセーターの続きを編んでいこうと思います。前回の動画の連続で撮っておりますので、ちょっと格好とか画角とか全く一緒なんですけれども、ご了承くだされば嬉しいです。はい、ではでは早速ね、編んでいきましょうね。もうちょっとで斜めのラインの部分の折り返しがね、来そうなので、今回の動画でそこまで折り返しスタートまで行くかしら。どうかな。皆様ね、今何編んでるかな、何編んでるかなっていうのも気になるし、私ですね、今や読書をする時間もちょっと確保したいなって思っていて、今日ね、たまたま動画見たんですけど、今日何日だっけな、今日は1月の6日なんですけれどもね、私の好きな編み物系 YouTuber さんがね、図書館で借りてきた本、その図書館で借りてきた本っていうのもなんか福袋形式になっていて、中にどんな本が入っているのかわからないっていうね、ジャンルはジャンルごとにその福袋形式の袋がねあったようでして、それをね動画を見させていただいて、面白そうだなって思って、なかなかね、そういう風に図書館で福袋形式にして本を貸し出すっていうのをね、私聞いたことがないし見たこともなかったので、まじまじと見て面白そうだなって思ってね。私の家から近い図書館でもそういうのあるかなって思って、ちょっとね見に行きたいですね。といってもこっちに引っ越してから私図書館一度見てみたぐらいで、その図書館の貸し出し用のカードを作ってもらったりとかもまだしたことがないんですよね。なんでね、ちょっと図書館行ってみるかって思いましたね。本屋さんで本買って読むっていうのも全然好きなんで、それでも全然満足なんですけど、やっぱり図書館は図書館でやっぱり古い本とかあるからさ、いいなと思って。この間読み終えた本をね、ちょっとご紹介してみようかな。ちょっと待ってね、ここを編んだらご紹介しようかな。よいしょ、とここで一旦手を止めて、この間読み終えた本がですね、こちらです。私のチャンネル登録者さんで読書をするっていう方がちょっといらっしゃるかわからないんだけれども、幻冬舎さんで刊行された、なるかみ京一さんって読むのかな、ちょっとわかんないんだけど、これのね、これ5巻目なんですよ。5巻目、第5巻、そう、第5巻なんだよね、シリーズの。これの新刊がね、第6巻なんですけれども、新刊コーナーを本屋さんで見ていた時にこれの6巻を見つけまして、面白そうだなーって思って出だしちょろっと読んで、
あ、これシリーズだし、ちょっと一番最初から読みたいなって思ったんだよね。そうそう。なんだけど、そこの本屋さんやっぱ年末で在庫をね、注文してなかったみたいで、この5巻と新刊コーナーの6巻しかなかったの。そう、だから、1巻から4巻まで読めてないんだよね。そうそうそう。で、これ5巻を先に読んでみようかなと思って5巻だけ買ってきて、読んだらね、面白かった。あの、ここにも書いてあるんだけど、オタクよ、オタク。あの、捜査協力員さんたちが、あの、まあ、オタクさんなのよね。いろんなジャンルの。で、今回は、ここにね、映ってるんだけど、そう、このね、車。なんだっけ。あ、そう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 。映ってるように、あの、ビートルっていう車とか、いろんなね、車の車種が登場するんですよ。そう。で、今回は、あの、昔のね、流行った車たちがたくさんね、登場してね、これまた面白かったですね。あの、全然私、車に詳しいわけでもなく、むしろ車も持ってないから知識もなく、大体ね、あの、形は、わかんないです。わかんないんだけど、あの、ビートルとかはさ、ルパン三世が乗っているあの車あるじゃないですか。あれと、確か、名探偵コナンだと、アーサー博士が乗ってる車は確かビートルじゃないかな。確かね。そうそうそう。そんな感じでね、あの、この古い車の関する、まあ、事件が起きるんですけれども、まあ面白かったですね。全然知識ないんだけど、あの、主人公もそういうのに知識がないから、あの、そういう設定になってて、あの、形とかどんなエンジンかとか、細かく記載されてるんですよ。うん。あの、素人がわかる程度の詳しい内容で書いてある感じだと思うのね。多分、詳しい方が読んだらちょっとわかんないんだけど、そう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 。まあ、そんな感じでね、あの、古い車をメインにした、あの、お話が書いてあってね、面白かったですね。うん。でね、その時代その時代のね、車に関係するその歴史とかについても触れていてね、ああそうなんだって思ったりしながらね、読ませていただいて、うん、もうね、このシリーズ5巻しか読めてないけど、6巻はね、あの、買ってこなかったの。この間、あの、新刊コーナーで見つけたんだけどね。なんだけど、まずね、1巻から4巻をね、読みたいですね。皆さんもね、こういう、なんか、警察系読んでみたいし、あるいはミステリー系読んでみたいけど、ちょっと、難しそうだな、とか、思う方はね、こういうオタクが知ってる知識系の本が好きだなっていう方は、多分、あの、面白いかなって思うので、ぜひぜひぜひ1巻から4巻ちょっと探して読みたいですね。そんな感じでね、読書を今回はこちらの本をね、楽しませていただきました。年末はね、他にも
読んだ本があるんだけど、それはねもうちょっと今手元になくて貸しちゃってるんだけれども、じゃーん、こちらのエンドロールっていう本を書かれたこの塩谷健さんが書いた作品でね、まずスイッチを読んだんだよね。スイッチってボタンのスイッチねを読んで、でそれがすごく面白かったの。心理戦って言えばいいのかな、心理戦といえば心理戦なんだけど、なんて言えばいいんだろうな、塩谷さんの作品、なんか事件解決まで、私があんまりミステリー系を読まないからっていうのもあるんだけど、どんな感じに話が進んでいくのかちょっとわかんないんだよね。そう、読んでいく、いかないと。で、もう事件解決していくなって感じで読んでると、まだね、まだ残ってるのよ。あれ、まだこんだけ残ってんなみたいな感じで、そう、残りのこれぐらいは何書かれてんのみたいな、そう、事件もうちょっとで終わりますよってとこを読んで、ふとね、残りのページ数とか、この本の上からね、本の上からあとどれくらいかなって見ると、あれ、まだ続くぞみたいな感じなんですよ。そう。で、ミステリー系かって言われると、スイッチは、ミステリーって言えばミステリーなんだけど、がっつりミステリー系っていう感じでもないので、多分読みやすいと思うんだよね、スイッチ。塩谷健さんが書いた本のスイッチね。で、それが面白かったから、次は、塩谷さんが書いた時空版っていうのがあるんですけど、それも文庫になっていて、スイッチも文庫版あります。スイッチの表紙が可愛いのよ。ぜひね、ちょっと探してみてほしいんだけど、そう。で、その次に、刊行された、時空版もね、面白かったね。時空犯っていうタイトルですから、それ関連なんだけれども、最後まで、どんな感じに進んでいくのか分かんなかったね、私ね、あれ読んでて。でもね、面白かったね、読んでて。こういう風に、ストーリー進んでいくのね、みたいな感じだったね。面白かった。で、私、スイッチもそうだし、時空犯を読んでも思ったんだけど、この塩谷さんの、書いた、ちょっとロマンチックなシーンとかね、好きなのよ。好きだなって思っちゃうね。なんかそんなに全然くどくどしたロマンチックなシーンがあるわけじゃないんだけど、なんかちょっと、いいなんでね、このエンドロールもね、すごく楽しみ。まだね、ちょっと読んでないし、ビニールかかったままなんだけど、先にね、こっちを読みたかったから、そう、先にこっちを読みたかったから、こっちがね、ちょっとまだ開けられてないんだけど、めっちゃ楽しみ、エンドロールもね。そう。塩谷さんのスイッチと時空犯と、あと、あらゆるバランのためにっていうのも。これはね、単行本ですね。あらゆるバランのためにいつ文庫版出んだろう。ちょっとわかんないけど。いやちょっとね、ミステリー初心者だよっていう方にはね、このお二人の作品いいかもしれない。ミステリーだけどちょっと変わった感じのが読みたいっていう人にもいいかもしれないね。はい。塩谷さんの本とか、この
なるかみさんっていうのかちょっとわかんないんだけど、あの本についてちょっと熱く語っちゃいましたけど、気になる方ぜひ読んでください。またね、このエンドロール読み終わったら感想をちょっとお伝えしようかなと思いますこんな感じでね、ちょっと編み物系 あの動画出してますけど、結構自由にやらせてもらってます、うん、まだまだね読みたい本たくさんあるんだけれども、今はねちょっと塩谷さんブームが私の中であるので、とっても楽しみですね読むのが。明日ね、母とちょっとお出かけする予定があるので、ちょっとエンドロールをね持って行って、電車の中のじゃない移動時間に読もうかなって思います。めっちゃ楽しみ。皆さんはなんかどんな本読むかな。やっぱり編み物系の方がねフォローしてくださってるので、まあ、そういう本を読む方がいらっしゃると思うんですけど、ニッターズハイ、あれもね可愛らしいですよね。ちょっとねまだねコミックを最近買ってなくって、あの滞ってるんですよいろいろ追ってるやつがそうそうそう、コミックね、あの買えば買うほど家に溜まってきてしまうので、ちょっとどうしようかなって思いながら増やせないでいます。買うんだったら Kindle かなってなっちゃってるんだけど、漫画だとちょっとね作品によって私 Kindle 読みにくいなって思ったりするのがあって、その描写っていうか、その絵の感じ、写体じゃないやなんて言うんだろう、ゆるキャンだとちょっとやっぱり山とかそういう自然を立体的じゃないけどちょっと円っぽく描いたりとか、してるんで、そういうものに関しては、あの本、あのコミック自体を買ってますね、 Kindle じゃなくて。あとはね、あのちょっと文字が多いやつとか異世界系とかはね私大好きで、あの結構冊数があるんですよね異世界系の本って。だからその場合は Kindle にしちゃってますね。で小説はね、あのまあ本屋さんで探しても見つからないっていうやつは Kindle であればね、 Kindle であれば Kindle で買って読むんだけど、あのやっぱり携帯で読む感じになっちゃうから、その Kindle 用のね Kindle 端末を私持ってないから目がね疲れるんだよねそうそうそう、漫画ならねともかく小説はさ、あの文字を大きくしても文字を追いながら読まなきゃいけないから、やっぱり紙じゃないとしね小説はきついんだよね私だからねコミックは Kindle って全然 OK なんだけど、そう小説はねなるべく本の紙の方で買ってますちょっと小説について熱く語りすぎて喉カスカスね、ちょっとお水飲みます。割とね、あのホラー系はあんまり読まないっていうか苦手だからあんまり読まないんだけど、なんだろう、でも歴史っていうか時代系っぽいのもね、あの読むかなたまに。
近は最近でも時代物読んでないかな。前はね、書店で働いてる時は時代物をすごく気になって読んでみたりとかしたんだけど、試しにね、ちょろちょろっとパラパラっと読ませてもらったりとかしたことがあって、その時はね、面白いなとか思いながら見てたんだけど、引っ越しでからは全然読めてないかも。時代っぽいような感じの、もしね、面白い本あったよっていう方とか、ぜひ教えてください。ホラー系でも、ビビリだけどこれなら読めるんじゃないか、みたいなやつだったら多分いけると思うんだよね。ちょっと、読んでてあまりにも怖そうなやつは読めないんだけど、角川でさ、ホラー文庫ってあるんですけど、ああいう系はちょっと怖すぎて多分読めないからそうそうそう、江戸川乱歩とかさ怖そうだから読めない、そんな感じでもしね、皆さんのおすすめの本とかあれば教えてください。ジャンル本当にホラー系以外は、読めると思うから全然ね、ラノベも読むし、最近はラノベちょっと手出せてないんだけど、漫画も全然読むし、ぜひぜひ皆さんもおすすめの作品があれば教えてくださいねそんなわけでちょっと長くなりそうなので、今回はここで終えようかな。ノロケイトのね、セーターもちょっとずつね、編み進めていきます。なんだこれ、なんかついてる、なんだそんなわけで今回は本についてね、熱く語ってしまったりして、最後まで聞いてくれた方いらっしゃるかちょっとわかんないんだけどはい、こんな感じで自由にやっておりますのでぜひね、皆様教えてくださいね。全然ね、本じゃなくてもアニメとか映画とかドラマとかおすすめなのあったら教えてください。では皆様、また次回の動画まで楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。ではまたねー。